自由人。こんにちは、こんばんは、自由人です。今日は7月27日、日本一周の旅16日目になります。今日は長野県飯田市からのスタートになります。今日の予定は、昨日エブリー君が故障していけなかったチェックポイントと、それプラス少し行けたらいいなと思ってます。説明しよう。日本一周の旅とは、日本全国の市町村1879箇所を全て制覇することである。旅の資金はサイコロで見かける1000円が支給される。サイコロが振れるタイミングは2つ、1日1回とボーナスとして各都道府県制覇のタイミングでサイコロが振れる。それでは本日の任せなサイコロ振っていきます。いきますよ、はい。本日の出目は残念ながら1です。1000円の支給でスタートです。今日一日よろしくお願いします。10時になりました。本日一つ目のチェックポイント、長野県下條村にやってきました。こちらは下條村にある道の駅信濃路下條です。こちらでは特産品の蕎麦やリンゴを使ったお土産がたくさんありました。芸能人の峰竜太さんの出身ということもあって、タイアップされた商品がたくさんありました。それでは次のチェックポイントに向けて進んでいきましょう。11時になりました。本日2つ目のチェックポイント、長野県阿南町にやってきました。こちらは阿南町にある道の駅信州新の仙石平です。こちらの地域の周辺にはトウモロコシ畑がたくさんあって、トウモロコシをたくさん生産しているみたいです。この道の駅ではトウモロコシソフトクリームをいただきました。爽やかでとっても美味しかったです。それでは次のチェックポイントに向かって進んでいきましょう。12時30分になりました。本日3つ目のチェックポイント、長野県天竜村にやってきました。こちらは天竜村にある上信の滝です。高さ十数メートルの滝が道路脇にあります。それでは次のチェックポイントに向かって進んでいきましょう。14時30分になりました。本日4カ所目のチェックポイント、長野県野草岡村にやってきました。こちらは野草岡村にある左京川百年公園です。この公園は自然にあふれて、キャンプや釣り堀が楽しめるようです。それでは次のチェックポイントに向かって進んでいきましょう。18時になりました。本日5カ所目のチェックポイント、長野県高木村にやってきました。ここからはエブリーの修理が終わって、エブリーと一緒に旅をします。高木村はこちらムクハトジュ記念館に来ております。ムクハトジュさんは有名な作家さんです。知らない方は調べてみてください。それでは次のチェックポイントを目指して進んでいきましょう。18時30分になりました。本日6カ所目のチェックポイント、長野県高森町にやってきました。こちら高森町では信州高森温泉温帯の館で入浴予定です。それでは行ってきます。本日7つ目のチェックポイント、長野県飯島町にやってきました。今日はこちらの道の駅花の里飯島で車中泊する予定です。
こちらの飯島町は2つのアルプスが見える町ということで、西に中央アルプス、東に南アルプスが見えるそうです。今日の実績として長野県7カ所回ることができました。今日一日ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。